なんか春をイメージして暖かくなるかなと思ったんだけど、はい、なんかセットアップできたの、黄色の洋服で、かわいい、はい、かわいいかわいいです、はい、ちょっとでも寒い、すっごい寒い、すっごい寒い、ちょっとどころじゃない、すっごい寒い、バランスがよく見える格好が好きだから、今日みたいになんかセットアップの時はちょっとインしたり、あとヒールが大好き、あ、ヒールが大好きなんですね、今日みたいなセットアップとか、あとちょっとココナッツの絵が描いてあるような、なんだろう、そうだ、ヤシの木みたいな、そういうなんかビーチなそういう柄も流行ってるし、 あとはなんだろうな、あ、ちょっとこういうビニールの素材とか、あ、これビニールの素材ですね、なんか私が最近ハマってるのは、はい、なんかバンダナをつけること、バンダナ、頭にダイバーシティ東京プラザ初春夏コレクション、スポーティースタイルにセシルらしさをプラスしたコーデ、キャップやビビッドカラーの T シャツ、スポーティーなアイテムも、レース使いのブルゾンやタイトスカートなど、女性らしさを合わせれば注目されること間違いなしです。はい、モデルさんは店員さんなんですよね、はい、お店の方だということなんです。ローラさんいかがですか、総柄のオールインワンは大人の女性らしいワンカラープリント、鮮やかなパステルカラーのジャケットと合わせて爽やかな夏のコーデを演出します。なるほど、春夏っぽいですね、ローラさんいかがですか、すごい好き、なんか夏はこういう格好にペタンコの白い靴とか合わせたいと思ってた。毎年人気のペイズリー柄とフラワー柄、この2つの柄をミックスしたチュニックが登場です。カラーパンツを合わせて色合いがとっても可愛いコーディネートが完成しました。チュニックって何ですか、チュニックっていうのはこういう感じのトップスで、なんか下がちょっとふわっと上がってる感じ、可愛いね、可愛いですね、ラフで気取らないゆるい LA カジュアルを演出、トレンドのスパイスをほんのりミックスしたアバンディリー初のラインナップです。おー、いいね、どうですか、はい、キュート、なんかロープマークだけど上がショートパケだから下にもよく見えるし、はい、なるほど、赤を差し色に入れることでグッと目を引き、夏のレジャーにもぴったりです。あれ、ローラさんの感じ違います、あ、ちょっと似てる、かわいい、うん、おー、なんかこういう小さい赤いニットとかも大好きだから、はい、すごい形っぽくて、キュート、ちょっとピーズリーが入ってるような柄はすごい今っぽい、かわいいし、この靴が一番ポイントです、素敵、そうですね、うん、なんか派手な色に派手な色を合わせるのはすごいいい感じ、はい、あ、そうなんです、うん、派手な色に派手な靴を合わせる、透明のバッグの合わせ方のポイントとかってありますか、なんかポイントはなんだろうな、シンプルな格好に差し色としてなんかやっても可愛いし、なんかあえて派手な格好に合わせちゃっても可愛い、そう、私も実は昨日スポーツウェア買ったんだけど、あ、そうですか、なんか普通の私服になんかスポーツウェア、こういうブランドを重ねるとすごい可愛い、うん、あ、そうなんですね、うん、ちょっとかぶってみるか、え、かぶってみる、あ、なんで俺がかぶってみる、頭大きい、あのね、頭大きいんで、僕ね、奥寺アナウンサーの次に頭大きいんですよ、この方は、はい、すごい背が高い、背が高い、なんか、ね、まあ、誰でもわかる、何センチあるの、2くらい、高い、発表をお願いします、はい、はい、決まりました、この派手な色の靴の人、はい、おめでとうございます、ロデオブラウンズワイドボール、上もカラフルだけど下もカラフルで、なんかこの靴がすごい目立ってるし、今年っぽくて可愛い、でもあの上から登場、パッ上から登場した時に、靴がやっぱりパッ、あ、華やかだなって感じはしましたよね、ね、しました、はい、これ何色っていうんですか、ネオンピンク、ネオンピンク、ネオンピンク、そうですか、これは何色、ジーパンは、これは見ての通り水色だよ、見ての通り、なるほど、こんなに寒い中、はい、こういうガンダムの後ろに来てくれてすごい嬉しかったし、なんかこの春夏もすごい可愛い服をいっぱい着ようね。